では始めていきますね。背中触っていくと、ここを、ここを、わ、だいぶ、ここを、ここ、ここ、あと、ここ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 、今、軽く押さえました。で、この背中がちょっとこの辺硬かったですよね。パキパキになりましたけど、それがね、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中で、凍ってるようなお肉みたいな感じでガチガチに固まってました。それを、ね、今が生肉に戻していくんですけれども、その過程がとても痛いです。でこの背中の疲れって実は足の疲れから上がってくることが多いので、しっかり緩めていきますからね。では今からが本番、頑張ってください。こんな感じ。あ、痛い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 、これ硬いね。これが見てた疲れ、YouTube の強さです。ここ。あ！これどうなってるかって言ったら、足に汚れが詰まってる状態です。足むくみます、だいぶ。今日ちょっと一日立ってた。立てた。あ、なるほど。ご苦労様です。YouTube の痛さは本当だったでしょう。角度があるんですよ。足ちょっとこうしますよ。そう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 。ここ。膝裏を押さえていきますね。ここI'm sorry.
反対側触ってみますね。ちょっと一息する？本当に痛いでしょ、だから。痛すぎて二度と来ないか、これが癖になってずっと続く人か、どうしたら分かります？こうしますよ、ここ。言ってんのにみんな来るから痛いよって言ってんのにさ本当に痛いでしょ。あの気持ちいいっていう人なんかまあまあ稀な人なんですよ。よし、はい、すいません。悔しいけど右足結構スッキリしてるでしょ。そうなんです。